今回のウクライナ戦争では、半ば在庫処分のような形で供与されたゲパルトが、次々とドローンを迎撃しており、その有効性が再認識されています。一時期は対空ミサイルにとって代わられる運命、とも言われた対空機関砲ですが、世界では対空機関砲を新規開発している国も多く存在し、今後も存在感を発揮しそうです。ということで今回は、ウクライナ戦争で再評価されている兵器でもある、自走対空機関砲のジャンルの中から、次の10種類を比較解説します。スカイレンジャー、センチュリオン、コルカット、メスバワン、デリバティア、ツングースカ、マークスマン、87式、ゲパルト、09式。皆さんご存知の有名どころの対空機関砲は、次回後編のお楽しみとして、今回は割と近年に開発された最新型の5種類を解説します。スカイレンジャーは、ラインメタル、旧エリコン、によって開発された短距離防空システムです。これは、地上固定型の防空システム、スカイガードの砲塔を車両に搭載したもので、砲塔は360度全周旋回可能で、射角は85度まで取ることができるため、比較的可動域は広いです。重心については単装式のリボルバーカノンとなっていますが、これは、これまでの対空機関砲が、命中率を上げるために、2連装や4連装といった複数の重心を持つのが普通だったことに比べると、単装砲というのは命中率が気になるところです。最近のこの手の単装砲では、使用する弾丸にエアバースト弾、と呼ばれるものを使用しており、これは、弾丸を発射後に目標の直前で爆発させ、そのエネルギーや弾丸の破片で損害を与えるもので、要は、空中でタイミングよく炸裂する高性能な榴弾のようなものです。本型の弾丸は、エアバースト弾の中でもアヘッド弾と呼ばれる特殊なもので、弾丸内部に重金属のタングステンペレットを150個も内蔵しており、目標の直前でそれらを前方に飛散させることで命中率を高めています。しかし、この小さな金属ペレットで与えられるダメージは限定的で、装弾数が252発と少ないこともあり、一つのターゲットにあまり多くの弾を使えないので、ドローンやミサイルなど小型目標の迎撃に向いている印象です。ということで、今のウクライナなどではかなり活躍できそうな兵器ではありますね。MLPWS は、モービルランドベースドファランクスウェポンシステムの略で、つまり、ファランクスという言葉が入っている通り、あの艦艇用で有名な近接防空システム、ファランクスの車両搭載版です。ファランクス自体の性能はこれまでに散々解説しているのでざっくり言うと、6方針ガトリングガンから 20mm の劣化ウランもしくはタングステン弾を発射する高性能な機関砲で、比較的威力が弱く射程も短いものの、連射性能と命中精度の高さを持った、スタンドアロンの防御兵器です。このファランクスを車載型にしたのが、MLPWS、センチュリオンなわけですが、実は20年近く前から開発を始めているにもかかわらず、量産と実戦配備がされたという噂を聞きません。それはなぜでしょう。もともと艦載型のファランクスは、対艦ミサイルや航空機の迎撃を想定したものですが、地上配備型の MLPWS センチュリオンには、陸軍ならではの要求があったためです。米軍では、近年の非対称戦の増加により、ロケット弾や迫撃砲の攻撃を受けるケースが増えたため、こういった攻撃を早期に探知して、空中で迎撃、破壊する兵器システムが求められました。しかし、放物線を描いて飛来するこれらの砲弾を、極短時間で探知し空中で破壊するには、高度な技術が必要であり、対砲兵レーダーとのデータリンクや、新型マルチファンクションレーダーの搭載、自己破壊弾の使用など、それなりに技術的難易度が高いとされています。
ただし、本システムは2006年頃からイラクの戦地で試験的に運用が行われており、ロケット弾と迫撃砲の 70-80% を撃墜するなど、それなりの性能を示しています。にもかかわらずなかなか配備が進まないというのは、何か別の理由があるのかもしれませんね。トルコのコルカットは、国産装甲車のシャーシに、旧エリコンの 35mm 連装機関砲を乗せた自走対空砲です。使用する弾丸は目標の直前で爆発し子弾を撒き散らすエアバースト弾となっており、コンセプト的にはスカイレンジャーと同じような感じですが、スカイレンジャーは威力が低く装弾数も少ない、という点がネックとなっていたため、それを連装砲にすることで、威力を向上させたバージョンと言えるかもしれません。本システムの構成としては、1両の指揮統制車両と3両の自走砲がセットで運用されますが、自走砲単独でも限定的な防空が可能です。まああとはレーダーや射撃管制システムなども含めた命中精度が、どの程度なのかという点が気になりますが、本防空システムを開発したトルコ企業の一つは、BAE システムズの資本も入っているし、最近のトルコ兵器産業の成長も目覚ましいので、それなりの性能は有していると見るのが妥当でしょう。続いてイランのメスバワンですが、個人的には最もロマンを感じる対空砲です。この見た目の通り、23mm の連装機関砲を4つも組み合わせて計8門とした対空砲で、搭載する機関砲は旧ソ連の連装砲、ZU-23 です。この連装砲自体の連射性能は毎分2000発なので、それを4機搭載したメスバワンは、合計で毎分8000発もの弾丸を発射可能ですが、数百発も連射すると砲身が熱を持ち、冷却が必要となるので、連射性能については半分ほどの4000発にスペックダウンされています。イランではこのメスバワンをトラックに搭載するなどして、自走式の対空機関砲としています。メスバワンの外観は昔ながらの対空機関砲、という感じで、古めかしい感じすらしますが、実は2010年という割と最近に開発されており、複数の対空砲が一つの射撃管制システムとリンクし、レーダーや赤外線、光学センサーでターゲットを捕捉し、自動制御で砲の照準や射撃が可能とのこと。また、イランの説明によると、メスバは低高度及び超低高度にて、固定翼機と回転翼機の両方、また、巡航ミサイルの迎撃が可能と言われています。まあ条件が揃えばそりゃ迎撃できるんだろうけど、メスバの射程は約 2.5 キロと短く、弾丸も 23mm と小さいので、かなりの数を被弾させないと撃墜は難しいかも。ちなみにロシアでもこの連装砲を2機搭載した自走対空砲である、ZSU-23 シルカを運用しており、1960年代の配備から現在まで使用され続けています。デリバティアは、ロシア超超最新の自走対空機関砲で、今回のウクライナ戦争でも多数の被害を出している歩兵戦闘車、BMP-3 のシャーシをベースに、自動砲塔の 57mm 単装砲を搭載した車両です。57mm 砲というのは、この手の車両では最大級の大きさで、防空戦闘以外にも、普通に対装甲車戦力としても十分な威力を発揮します。また、射程も約6キロと比較的広いです。しかし、57mm という大きさから、装弾数は148発と非常に少ないため、使用する弾丸には、レーザー誘導が可能な高精度弾が使用されるとの情報もあります。レーザー誘導というとミサイルなどの誘導兵器を想像しますが、アメリカでは弾丸にスラスターや制御機構を組み込んだライフル弾や中口径弾を開発しており、光学誘導システムとリンクして弾丸の誘導を行うものが存在するので、まあロシアが同じようなものを持っていても不思議ではないけど、果たしてアメリカレベルの精度があるのか？また、戦時中で経済制裁下の今、そのような高性能な兵器を作るためのお金と、部品の調達ができるのか？
今は普通の砲弾ですら不足しているので、まあ無理でしょうけどね。さて、話がそれましたが、本次総対空砲は、最大12キロの範囲で目標を探知可能とのことですが、この車両自体に回転式のレーダーなどは見当たらず、赤外線や光学照準システムしかなさそうなので、単独では広範囲の探知は無理な気がする。他のレーダーシステムとリンクした時の話でしょうか。本車両は、2023年からロシア軍に供給される、ということにはなっていますが、先ほどの戦時下の話と同様に、おそらくはまともに生産はできていないでしょう。それではこれで前編は終了ですが、次回の後編ではゲパルトや日本の87式高射機関砲など、ベテラン勢を解説しますのでよろしくお願いします。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、新作動画をお知らせする、ベルマーク、のポチをお願いします。